地震の情報をお伝えします。9時28分ごろ近畿地方で最大震度5弱の地震が発生しました。こちらどのような地震になっていますか？はい、そうですね、はい、まず震度の分布図こちらご覧いただきましょうか。はい、赤い×印がこれ今回の地震の震源になります。かなり、まあ、陸地に近いところなんですけれども、一応震源、海ということで紀伊水道という形になっております。はい、マグニチュードが 5.4、比較的大きな地震です。深さがおよそ20キロと浅い地震だったということもありまして、近くでは最大震度5弱で、さらに震度4というエリアを見るとかなり広い範囲ですね。紀伊半島の南部から四国東部、一部淡路島にかけて、広がったということになります。はい、この辺りの地震の特徴なんですけれども、こちらが最近20年間の間に、発生をしたマグニチュード1以上の地震の震源をプロットしたものになります。はい、今回の速報の震源の位置を見ますと、おそらく大体この辺りで、地震発生したというふうに見られます。はい、和歌山県はですね、和歌山県の北部、和歌山市に近いところでは非常に小さな地震も含めると多数の地震が起きるエリアなんですけれども、はい、それ以外のところはですね、まあ、ところどころでこう集中するところが、まあ、小さい地震あるものの、北部に比べますと比較的活動は不活発というのが特徴になります。はい、その中でこのエリアで地震活動が非常に活発化したのが、1946年の、昭和南海地震と呼ばれる地震の後なんですね。その時代1940年代後半はマグニチュード5クラス6クラスの地震が、まあ、多発したエリアになるんですけれども、はい、最近は、ね、比較的静かになっておりました。この今日の、まあ、地震が起きた場所と考えられるところから少し南のところで、2018年の11月に、マグニチュード 5.4 ですね、今回とほぼ同じぐらいの地震があって、震度4というのがあったんですけれども、はい、まあ、今回その2018年の地震と比較的、まあ、近い場所ということが挙げられます。はい、まあ、今後、まあ、推定されることなんですけれども、もしこれがいわゆる本震と呼ばれる、まあ、最も大きな地震だったとすればですね、まあ、考えられる最大余震マグニチュード4クラス、前半、まあ、半ばぐらいと、まあ、いうのがまあ想定されるんですけれども、はい、そうなってきても震度3、4ぐらいの揺れになる可能性があります。で、まだ今ね、このマグニチュード 5.4 の地震が起きたばかりで、この後の余震活動が活発かどうかというところはまだ正直わかりません。はい、ですので、もうしばらく数時間ぐらいは、ちょっと推移を見守っていく必要があるかなというふうに思いますね。はい、今後も引き続き注意する必要があります。まあ、さらに大きな地震を誘発してしまうという心配はあるんですか？はい、そうですね、もう少しこの広い範囲に影響を及ぼすような大きめの地震だった時は、ちょっとその後心配にはなってくるんですけれども、はい、まあ、2018年の11月にもね、マグニチュード5クラスの地震があって、その後何事もなく終わっているというのを考えますと、はい、まあ、今回も今のところですけれどもね、この南海トラフの超巨大地震、巨大地震に結びつくようなものにはならないのではないかと思います。ただ今お話した通りね、もうしばらくは、まあ、地震活動今回のそのものをね、見ていく必要があるかとは思います。はい、山口さんと最新の地震情報をお伝えしていきました。さあ、最新の地震の情報についてはこちらウェザーニュースのアプリからご確認ください。